第4試合の小国高等学校対伊予高等学校の試合のメンバー紹介を行います。小国高校背番号1番安川岳、2番杉野正人、3番財津ふぶ、4番佐藤光成、5番宮崎武人、7番渡辺健人、8番宮崎純、9番秋吉弘樹、10番肌の守、11番長尾隆文、12番西本翔、監督は富山秀勝さんです。続きまして伊予高校背番号1番野井達馬、2番岩本和馬、3番滝野俊、4番本田幸太郎、5番玉井翔一郎、6番松森康介、7番岩本拓也、8番田口優太、9番大森蓮、10番浜田圭一郎、14番関谷慎太、監督は近藤俊さんです。第4試合の TO は久喜俊勝さん、ジャッジは横野孝子さんと畑野和義さん、アンパイアは木下秀樹さんと栗原隆さん、リザーブアンパイアは藤原真由美さんです。お父さんという形は絶対ダメやと思う。家で降りよう。上上上がって。お父さん、対局持ってった？違う、あった。いい。あったいい。センターパスにより前半戦が開始されました。入ってきた。
高校の試合は6対0で丹生高校が勝利しました。Ha ha ha ha!
やばい、ちょっと手振りがもう出てる。ただいまの得点は、前半8分、伊予高校、7番、岩本拓也選手。高校7番岩本拓也選手に代わります。
花与斗選手が入りました。
後半になったら降りるわ。キャッチする？トラン取って、トラン取って、トラン取って、降りてこんの？ここの方が見やすい。一発したら、失敗したら破裂する。それ下に置かないとキャッチしたら落とすね。Thank you.
陸上競技場会場の途中経過を報告いたします。三鶴木高校対天理高校の試合は1対1で同点です。なんか今の気持ちに見えたら、なんか今すごいパクパクよ。
よし、横田高校の試合は2対1で今市高校がリードしています。33分、小国高校10番畑
ただの守る選手でした。1対1で同点です。